受賞おめでとうございます。ありがとうございます。ファンの皆さんから SNS で質問を募集したので、はい、ご回答をお願いします。初受賞おめでとうございます。今の率直な心境を教えてください。はい、一言嬉しいですその一言です。不安なんですけども、はい、初優勝を決めた時にスピーチをこう皆さんこうする際にこう原稿をこうレクするんですけども、はい、青本選手事前にこうご自身で持った原稿を持つのは初めて見たんですけど、はい、それはどういったことだったんでしょうか。はい、優勝するイメージをずっと開幕戦から持ち続けて、去年の、U-NEXT とかのゴルフ の中継で最後選手が話しているスピーチを全部書き出して自分でその後もしっかりと考えてスピーチ原稿を作ってて、昨日の夜にそれをまた書き写して紙切って折ってコースのヤーデージブックの中に挟んで優勝してこれを読むんだと思ってプレーしてました。実際にこう、はい、スピーチしてみて、はい、ご自身の、そうですね、絶対緊張すると思ったら本当に緊張しちゃって18番のグリーン上でパッて見た時に、あ、これ読むことになっちゃったなっていうふうにも思ってて、それをでもやっぱりしっかりと感謝の気持ちはこう皆さんにお伝えしたかったのでしっかりと読ませていただきました。グリーンパットは緊張しましたか？緊張もしたんですけど、すごく17番のバーディーパットからなんかこうイメージがすごく出てて、あ、これも打ったら入るなと思って打ったら入ってやっぱりねっていう納得の一打でした1番ホールの第1打は何を考えていましたか？かなり緊張してたのであんまり覚えてないんですけど、しっかり振ったらまっすぐ行くかなと思って本当それだけ考えてたらまっすぐ行ってくれたので、最初のティーショット終わって一人でホッてしてました。優勝の分岐点はどこだったと思いますか？難しいですね。一つはバーディーがちょっと何連ちゃんか忘れたんですけど、ずっとバーディーが出るイメージを持ち続けて12番まで来れたので、そこで悔いのないようにってずっと1打1打やってたらずっとバーディーが取れてっていうのもありましたし、そこからなんかその後ボギーが来ちゃったんですけど、なんかその後も冷静にやれて17番のバーディーがもう一番の決め手ですね。伸ばし合いの中で気持ちの保ち方はどうしていましたか？今週の大会はもう周りを見てもしょうがないぐらいスコアがぐんぐん動くコースだったので、あんまり試合前も予測してないぐらい本当にハイスコアがずっと続くような試合だったので、考えてもしょうがないなって、私が自分で行かないと多分優勝はないんだろうなって思いながら、本当に毎ホール毎ホール積み重ねてって思ってプレーしてました。伸ばし合いと耐えるゴルフどちらが好きですか？本当は耐えるゴルフなんですけどだからこんなにハイスコアな試合で優勝できると思ってなかったです。ただこういうこともできるんだって自分でちょっと思いました。最終ホールパー3は難しいですか？難しいです特に最終日奥ピンでアゲンストだったので、私は3番ウッドの次がユーティリティでかなり距離が空いてるので、しっかり振っても届かないやってキャディーさんに言いながら満振りしたら右のバンカーにすっ飛んでったんですけどでもすごく最後までもうガンガン攻めてやるっていう気持ちだったので、はい、自分で納得してます。一番の武器は何ですか？本当はアイアンショットが好きで、そうですね、得意っていうふうに言われるんですけど、私の中ではパターが一番得意って言いたいです。明日は何をしますか？明日は多分ワールドのコースを練習ラウンドを多分してると思います次の目標を教えてください。次の目標はまた来週から優勝を目指して頑張り続けることですでは最後に応援してくださってるファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、ルーキーイヤーから3年間たくさん応援をいただいてやっと優勝することができました。これから複数回優勝を目指して今年1年間突っ走っていきますので、また応援よろしくお願いします。